どうも皆さんこんにちは、地球外ジムフィットネスセンターヒロです。今回もご視聴ありがとうございます。最近結構寒くなってきたなって思いませんか？この沖縄もだいぶですね、もう寒くなってきて、朝晩に関しては T シャツでもちょっと肌寒いなっていう感じになってきたんですが、皆さんですね、夏にダイエットされてた方も多いんじゃないでしょうか。僕もですね、夏にだいたい 2,3 ヶ月ぐらいかな、減量して4キロとか体重落としたんですよ。で、涼しくなってくると、いや、まあ夏頑張ったしもういいかっていう風にですねなって、ちょっと体重が戻ってしまうっていうことを毎年繰り返してたんですが、皆さんも同じようなことありませんでしょうか。で、今回の動画なんですけど、サムネイルにもあった通りなんですが、太る習慣で、これをやめてしまえばしっかりと今の体型、ダイエットした後の体型をキープすることができるんじゃないかなと思うんですよ。で、僕はですね、もともとめちゃくちゃ細かって体重50キロとかやったんですよ。で、そこからちょっと細い自分が嫌で体重を増やして80キロぐらいまで増やしたんかな。で、80キロぐらいまで増やしたら、今まで太らない体質やったんですけど、すごい太りやすい体質になってしまったんですよ。で、そこからまたダイエットを始めて、今だいたいですね、筋肉を増やしてだいたい70キロぐらい、そんなですね体型にはなったんですが、まあ、痩せることも太ることも両方とも経験してる僕なんですけど、ちょっとね、これは独断と偏見、そして周りの声にもよるものにもよるんですが、ちょっと日本語がわけわからんようになっちゃいましたけど、もともと細かった人、太れない人が太る、これが実は一番難しいなって僕は感じてました。やっぱりお腹がいっぱいやのに食べなければいけないっていうのは結構大変なんですよ。で、その次に大変なのが、太ってしまった体を痩せるため。これは結構皆さんの中でダイエットしている方も多いんじゃないかなと思うので、まあちょっと大変さっていうのはわかると思うんですけど、やっぱり食事管理をしなければいけない時に、食べたいものがたくさんこの世の中にある中で、その中でも我慢をしないといけない、そういった意味でもちょっとこの辺りは大変だなと思うんですけど、この次が重要なんですけど、今の体型をキープする、太らないようにする、これはこの3つの中でも一番実は簡単なんですよ。なので今回の動画というのは、その太る習慣、それさえ断ち切ってしまえば、あれ太らないんじゃないかなと思ったんですよ。さらにですね、ここで両方なんですけど、人間っていうのは今の体型、今の環境を同じ状態にしておきたいっていうのを好む動物なんですね。簡単に言うと、例えば新しいことに挑戦しようと思ったのに、なんか勇気が出なくてできなかったり、今の仕事めちゃくちゃ嫌で転職したいのになぜか仕事が辞められない、あとはダイエットで言うと、せっかく痩せたのにリバウンドしてしまったりとか、せっかく体重を増やせれたのに元の体型のガリガリに戻ってしまった、なんかダイエット中ってやたらお腹が空いたりしてくることってありませんか？いつもよりもなんか食べたい欲望が出てきたりするんですけど、あれは実は元の体型に戻そうとして体内で空腹感が増したり、あとは満腹になりづらい、そういったホルモンが出ることによって元の体重に戻そうと人間が頑張るからなんですね。いやー、ダイエットってだから難しいんですね、みたいな感じで、元の状態っていうに人間は戻ろうとする、それをホメオスタシスって言うんですが、そういった状況を働くのが人間なんですね。で、大体そのホメオスタシスっていうのが 2,3 ヶ月らしいんですよ。だから新しい職場に勇気出していったけど、 2,3 ヶ月経ったら結構慣れてきたりとか、ダイエットとかでも 2,3 ヶ月ですね、その今の体型をキープしちゃえば、その状態が元の状態になってくれるので、そこから太りづらかったり痩せづらい状態、つまりナイスな体をキープしやすくなるんですね。だいたいですね、クリスマス、そして31日から三が日ぐらいかな、この辺りはもう食事管理なんかせえへんみたいな感じで好きなものを食べたりするんですけど、そこで例えば好きなものを食べたとしても、今からですよ、今からこの太らない習慣さえ作って今の体型をキープしてしまえば、そこからどんだけ食べても太りづらくなるというわけなんですよ。だから今のうちに頑張っておけば、年末年始だけちょっとねルーズにしちゃって、運動とか食事とか減らしちゃったってなっても太らない、むしろ今の痩せてる体型に戻りたくなって、食欲が抑えられたりとか、いろんなホルモンバランスの働きによって運動したくなったりとかするんで、つまり来年ですね、来年の目標変わると思うんですよ。
今のうちに頑張ってナイスな体型をキープしてしまえば、来年2024年今年こそはダイエット絶対成功させてやるぞっていうのがなくなるんじゃないかなと思ったので、ちょっと今回の動画を作ることにしました。ただ習慣を変えるというのは非常に難しいということは私もですね感じております。なので今回はその習慣について独断と偏見で難易度というのを作りました。なのでまずは難易度の低いものから挑戦して、習慣を少しずつ少しずつ変えて、で最終的に全てのこの太る習慣っていうのを変えれるようにしていくことによって、ちょっと筋トレと同じように少しずつ少しずつ習慣を変えるというレベルアップもぜひですね楽しんでみていただけたらいいなと思います。ということでちょっと前置きが長くなってしまったんですが、今回の動画お楽しみください。じゃあまず一つ目が、運動をしないと太ってしまうので運動をする習慣を作りましょうっていうことなんですが、独断と偏見で星3つ中これは難易度2にさせていただきます。で、運動をしないと太るっていうのはなんとなくイメージつく方も多いかと思うんですけど、まあ、運動をしないことによって例えば消費カロリーが減ってしまって太ってしまう。実はこれだけじゃないんですよ。この運動することによって実は脳内や体内にいろんな変化が起こるんですが、例えばホルモンバランスが変わったり、テストステロンとかそういったものなんですけど、あとは脳内でいうとセロトニン、ドーパミン、まあ幸せホルモンだったり、そういったあ楽しいなって思える時間が増えるのが、そういった運動によって脳内やホルモンのバランスがいろいろ変わることによってより健康的な生活を送りたくなるっていうことが分かっています。なので運動することによって例えば元気になるから、まあ、休みの日はちょっと外で遊ぼうかなとか、まあ、ちょっと階段使ってみようかなっていうふうに、運動量、一日の運動量ニートと言われるものなんですが、消費エネルギーが底上げされることもあります。そしてさらにそれだけでなく、運動している方はちょっと健康的な食事を食べようかなというふうに野菜を多く食べたりとか、そういった痩せる食生活にどん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 勝手になっていくっていうことが分かっています。なので運動っていうのはぜひですね習慣的にしていただきたいんですけど、この運動に関しては何でも大丈夫です。まずは続けることが一番大切なので、自分が続けれることっていうのをぜひ見つけていただきたいなと思うんですが、もちろん僕の動画を使ってくださったらもうめちゃくちゃ嬉しいですけど、僕の動画じゃなくても全然大丈夫です。なので例えばウォーキングをするとか、ヨガとかピラティスとか、あとはジムとか行ったらエクササイズとかやってたりするので、その中でも自分が合う合わないっていうのは絶対に人によっては違うから、まずはやってみて、ちょっとだけ続けてみて、あこれやったら楽しくて続けられそうってものはぜひどん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 取り入れてみましょう。そしてやってみて、うーんこれは自分には続かないなっていうものはなくすというよりは、たまにねちょっと刺激として入れてあげたりするっていう風にして、ぜひですね皆さんも運動のある暮らしでフィットネスライフっていうのを作っていきましょう。では続いてが、水を飲む子、噛んじゃったけど水を飲むということです。これはまあ水を飲むっていうだけの行為で言うと簡単なんで、今回は星1にしました。で、僕の動画を見てくださってる方って結構ね、この水を飲んでくださいねっていうことをよく聞くかもしれないんですけど、水を飲むことっていうのはめちゃくちゃ大切なんですよ。実は僕たちの体、そして筋肉というのは 60% 以上が水分でできています。そんな水分でできている僕たちの体に水を与えることによって、本来僕たちが持っている最高なナイスな状態にしてくれるんですね。例えば肌をきれいにしたり、代謝を高めたり、リラックス効果や筋肉が柔らかくなったり、とにかくいいことがたくさんある中で、この水を飲むっていうことは僕はよくこういうふうに表現させていただいているんですが、皆さんは綺麗な花です。世界に一つだけの綺麗な花です。その綺麗な花を咲かせるために大切なことは日光、そして水をあげることだと思います。なのでしっかりと綺麗な花を咲かせるために毎日水を飲むようにしてみてください。それだけでもすごく太りにくい体質っていうのを作ることができます。で、水を飲む目安としては1日 1.5 リットル以上を目安に飲んでみてください。ちょっと難しいかもしれないんで、できるだけ忘れないように。どうしてもこういった新しい習慣っていうのは忘れてしまうことが多いと思います。だから水を飲むことを忘れないために、例えば冷蔵庫に貼るとか、待ち受け画面を水にするとか、
これいいかもしれないですね。そしたら、あ、水飲まなかん、水飲まなかんっていう風に毎日思い出すことによって、2週間ぐらいすると人は習慣ができるそうです。なので2週間ぐらい経つと自然と、あ、水を飲もうっていう風になれるようになるので、ちょっと最初の方だけ頑張らないといけないんですけど、ぜひですね、水を飲む習慣っていうのを作ってみてください。じゃあ続いて2つ目が、野菜を食べない。なので野菜を食べる習慣を作りましょうということなんですが、野菜っていうのはめちゃくちゃ実は大事なんですよ。でまず野菜にはビタミン、ミネラルとか含まれていて、なんとなく健康に良さそうっていうのはお分かりの方も多いとは思うんですけど、実はこの野菜には食物繊維がたくさん含まれています。でこの食物繊維、実は腸内環境を整えるんですが、腸内環境って実は第2の脳なんて言われています。腸内が整うことによって脳内も整うと言われてるんですけど、それは腸内によって先ほど言ったセロトニンとかいろんな神経伝達物質がそちらで腸内で作られているからと言われています。だから腸内を整えることによって、なんとなく楽しい気持ちがたくさん増えたり、あとは栄養の吸収が良くなったり、健康的な食生活を送ろうと思えたりします。なのでトータル的に痩せやすい食生活に変わりやすい、そして運動がしたくなる体を作ることもできるのがこの腸内環境なんですが、まあそれ以外にもですね、実はこの食物繊維というものは、食物繊維を食べることによって皆さんが食べたご飯とか芋とか、なんかそういったエネルギーになるものあるじゃないですか。あえたエネルギーをしっかりとエネルギーとして使って体内に脂肪として蓄えないようにする、そういったいいナイスな効果があるのが食物繊維です。そういったのが野菜なので、ぜひですね、皆さん毎食野菜っていうのも食べれるようにしてみてください。じゃあ続いて4つ目が、難易度マックス3にさせていただきましたが、低タンパク質そして高脂質の食事、これは太ってしまいます。なので反対のことをすればいいので、高タンパク質、できるだけ脂身の少ない低脂質の食事を心がけましょうっていうところなんですよ。でですね、まあ、食事というのは体作りにおいてめちゃくちゃ大切で、だいたい体作りの7割から6割が食事を占めていると言われております。で残りの3割がだいたい運動というものなんですけど、それぐらい実は体の変化というのはこの食事一つで大きく変わるんですね。なので食事を変えてしまえば体は一気に変わるんですけど、わかります、食事を変えるのはめちゃくちゃ難しい。なので今回は難易度はレベル3にさせていただいたんですけど、肌や髪の毛、あとは筋肉を作るタンパク質、これを食べることによってめちゃくちゃ痩せやすい体質を作ることができます。1日の代謝を高めることができるので、できるだけ毎食タンパク質が多い食事っていうのを心がけていきましょう。ただしタンパク質を多く摂ろうと思うと、どうしても油分も多くなりやすいので、できるだけ脂身の少ないようにしてあげるのが大切だから、料理をするときは油は少なめにしたり、お肉を選ぶときは脂身の少ないものを選ぶ、これをするだけでも体っていうのはガツンって変わってくれます。なのでまずは今回はですね、太る習慣をできるだけ減らしていきたいということなので、この高タンパクそして低脂質をできる限りで大丈夫です、ちょっとだけ意識してやってみてください。じゃあラスト1個だってなんか噛んじゃったぞ、大事なとこ。じゃあラスト1つはこちら、朝の魔法の習慣、過ごし方をしていない、こちらに関しては星3つとさせていただきます。ではこちら朝の習慣なんですけど、結構僕はここをすごい大切にしている場所でもあるんですよ。で朝の過ごし方一つで夜の睡眠の質が変わり、そして一日のやる気や元気や健康、メンタル面も含めてすごいいい状態にしてくれるんですね。まあ、つまりですね、朝の過ごし方を変えるだけでめちゃくちゃ痩せやすくて、やる気や元気も高まり、楽しい時間も増えてるっていうナイスなものにはなるんですが、これはまあ例えば成長ホルモンであるとか、自律神経であるとか、ホルモンバランスであるとか、僕たちのことをコントロールしているもう人間としての要になってくるものたち、こちらをいい状態にしてあげることができるので、朝の過ごし方っていうのはすごいおすすめしてるんですけど、じゃあちょっとですね、今回この朝の過ごし方もご紹介したいなと思います。で僕毎朝やっていることっていうのが、太陽にまず浴びること、これがだいたい15分ぐらいがいいって言われています。
そして軽い運動をする、そしてコップ一杯の水を飲む。この水を飲むに関しては先ほどの難易度1と同じになるので、こちらは一緒にやっていただけたらなと思うんですけど、まあこれら一撃でできるのが、まあ朝外を散歩すること、水を飲みながら散歩をするっていうことで、この3つを一撃でやることもできるんですけど、なかなか外に出ることができない方もいるとは思うんですよ。なのでそれの一応代替としては、家の中でカーテンを開けて、で曇りの日でもこれ OK らしいんですよ。しっかりとカーテンを開けて、そして家の中を歩くだけでも OK です。でこの運動っていうのが、一応リズム運動だったら何でも OK なんですけど、実は咀嚼、物を噛むっていうことでもリズム運動になるそうです。まあ、ただ全身の血流を良くしたりとか、交感神経高めてやる気を一日出すっていう意味では、やっぱりちょっと歩くぐらいはした方がいいかなと思うので、その場でも全然大丈夫ですし、家の中をテクテク歩くでも OK なので、ぜひですね、足踏みやってちょっと噛んじゃいましたけど、ぜひですね、足踏みもしてみてください。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。いかがでしたでしょうか。なんかできそうなものもちらほらありの、でもなんかいざ続けるとなると難しかったり、大体の方が多分ですね、忘れてしまうっていうのがほとんどやと思うんですよ。なのでまずは一度に全部やるっていうのは絶対忘れてしまうので、どれか一つまずは1ヶ月続けてみるっていうのを試してみてください。そしてちょっとずつ増やす、そしてそれも忘れないように冷蔵庫に紙を貼ったりとか、できるだけ自分が何度も見て思い出せれるように、で忘れてしまっても全然大丈夫、自分を責める必要は全然ないので、あ、忘れてしまったら明日から絶対にやろう、じゃあ覚えれるように何か書いとこうみたいな感じで、少しずつフィットネスライフ、健康的な暮らしっていうのを取り入れれるように頑張ってみてください。はい、ということで今回も最後までご視聴ありがとうございました。このような形でフィットネス情報、あとは筋トレ動画に実況入れて投稿したりしてますので、もしチャンネル登録はまだの方よかったらチャンネル登録お願いいたします。それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。